どうも、マサダイです。今日はですね、僕が風邪をひいていた時の話をします。やっと、少しずつ調子が良くなってきてですね、動画再開できるようになったんですけど、なんと僕が風邪をひいていた時にですね、すごいことが起きたんです。多分動画を見ている方はわかると思うんですが、フェイトグランドオーダーをやっていてですね、そこで星晶石を使わずに、チケットみたいなやつでね、召喚できるやつがあるんですよ。まあガチャチケットって言った方が多分みんなには分かりやすいと思うんですけど、そのガチャチケットを使ったらですね、なんと、フェイトグランドオーダーやってる方は分かると思うんですけど、ヴァンパイアの元になった人、ブラド3世っていうのかな、なんとバーサーカー星5のキャラクターが出たんですよ。やばくないですか？びっくりしました。カメラ回してればね、ちょっとね、動画のネタにもなったんですけど、残念ながら適当にもうどうせ出ねえだろうという感覚でやってたので、ポチって押したらなんかね、急になんか虹色のなんか光が出てきて出ちゃったんです。しかし本当この星5のサーバントを出すのはね、すごいなと僕は思ってます。いやでも本当にガチャチケットで星5のサーバントが出るなんて本当にすごいですね。しかも星5のサーバントの出る確率が 1%。 1% 握っちゃったぜ俺。しかも僕はね、無課金でスマホゲームやるタイプなので一切お金使ってません。やばいでしょ、マジだ。しかもその前日にはなんとこいつ出ちゃったんです。フェイトステイナイトのバーサーカー。というわけで今回の話を簡単にまとめると、風邪をひいた時に起きた自慢話です。俺以外からしたらつまんねー。まあ僕が言いたいのは、お金を使わなくても出るものは出ます。それじゃあまた会いましょう。バイバーイ。